それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのウッチです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは冬にやっておきたいストローク練習参戦。この冬にですねやっておいた方がいいストローク練習参戦ということで、今回内海コーチに紹介してもらおうと思いますので、この冬何を練習しようと思っている先生だったりとか、僕はもっと上手くなりたいけどどうしたらいいんだろうって思っている方がいたら、まず今日教えてもらう参戦をやってみるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ動画の最後までご覧ください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。で強くなるソフトテニス塾で出しております指導者向け DVD 第5弾、選手の上達を加速させる練習メニュー50選、累計販売枚数100枚突破しました。ありがとうございます。早いです。今回ですね、大好評につきプラス100枚特別価格でご案内するということに決定しましたので、もうあと100枚限定でお安く求めできますので、番組下概覧の方からチェックしてみてください。それでは早速やってみましょう。どうぞ。それではこの冬にですねやっておきたい練習メニューということで紹介させていただければと思うんですが、皆さん冬はですねどういうシーズンになりますかね。ソフトテニスのシーズン的にどうかというと、結構オフシーズンって呼ばれる時期になるかなと思います。やっぱり中大連とか高大連とか小学生の選手の予選とかっていうのは秋とか夏に行われるっていうところになってくるので、あんまり大会も少なくなってきたなっていう時期です。なのでこういった時期にですねしっかり基礎を固めるっていうのはすごく大事です。基礎って何ってなった時に、来たボールをどのコースにでも打てるようにしておくっていうのが基礎っていうものになります。基礎を使ってどう戦っていくのかっていうのが応用っていう話になるんですけど、なので今回はですねストローク練習の中で、今2年生ぐらいですかね、1年経って先輩も引退して自分たちの代になって少し時間が経って、これから冬で来年の3年生の春に向けて何やっていくのかっていうところで基礎をですねしっかり固めていくっていう内容で考えましたので、春にですね大化けするためにもこの基礎練習はぜひやっていてほしいなと思います。今回やっていく内容はテーマを考えまして、コートをより広く使うための基礎練習という内容になります。ですので今までですね速いボール打ったりだとかっていうのをやってきたと思うんですが、もっと相手を走らせれるようにするための方法となりますので、コート広く使えてないなっていう方はぜひですねこの練習メニュー参考にやってみてください。ではまず1つ目の練習なんですが、ベースラインから前に来たボール、サービスラインとベースライン少しサービスライン寄りぐらいですかねに来たボールを前に走っていって打つんですけど、これで打つのはいつも通りだと思うので、これでコースを決めて打ちます。ストレートの角じゃなくてちょっと短い角度をつけると、ストレートでも外に出てくちょっと短いところ、センター逆クロスの短いところで角度をつける、これをフォアとバック両方やります。右ストレートから来るボールを全部に打つ、左ストレートから来るボールを全部に打つ、クロスから飛んできたのを3コース全部打つ、逆クロスから飛んできたのをフォアバック全部打つっていう、フォアバックを合わせると24コース全部打てるようにするっていうのがまず一つの目標になりますので、まずはここの練習をやっていきたいと思います。狙うコースですね、まず簡単に紹介させていただくと、この角を狙うっていう必要はないです。まずストレート系に打つ場合は、ストレートだったらベースラインから3メートル前ぐらい、サービスラインとベースラインのちょうど間ぐらいの長さを狙ってください。ベースラインとサービスラインの間ぐらいです。次にクロス系統ですね、サービスラインの長さを狙ってください。もっと短くても OK です。まずはサービスラインのところに角度をつけて打てるようになりたいので、角度をつけるときはサービスライン、センターは深いところを狙ってください。センターだけはベースラインで OK です。なのでボールの長さを全部変えることで、よりコートを広く使えるようになりますので、ぜひこれ意識してちょっとやっていきましょう。ストレートの中でも角度がつくようになる、これをバックでもやります。
レー今のような練習になりますので、左ストレートだけでやったんで、次は右ストレートとかクロス、逆クロスとかっていうコースでいろいろやると、いろんなですね感覚、ボールについてどう角度つけるのかっていう練習になりますので、ぜひやってみてください。では次に2つ目なんですが、相手を前に動かすためのスライスの練習になります。スライスでショートに打つっていう練習ですね。これはラケット出しで来たボールを打っていきたいと思うんですが、スライス打つ時のですね注意点なんですが、手首をいっぱい使って切ろうとすると安定しないです。なのでまずは少し面が開いてまっすぐ押し出すぐらい、ボールに少し後ろ回転がかかるかなぐらいで大丈夫です。それぐらいでまずやってみてください。大事なのはミスをしないで前に出すっていうことです。もう一つ言うと、ボールのですね打つタイミングなんですが、バウンドしてボールが上がってきてるところ、下からの角度に対してこう上から入るとフレームに当たったりとかうまく当たらなかったら難しいです。なのでバウンドして上から落ちてきてる方で行くと面が開いて当たりやすくなるので、イメージとしてはバウンドして落ちてきた時に打つ。ですのでしっかり下がってから打たないとスライスっていうのは打ちづらいので、早く打つんじゃなくてパンパンっていう落ちてきたタイミングで打てるようにぜひやってみてください。やっていきたいと思います。っていう感じになります。慣れてきたらなんですが、前後の長短ランダーで行ってもいいです。こっちはスライスで返す、向こうの人はドライブで深いのを返す。短いボールをですねドライブで返すっていうのも結構コントロールが必要で難しいので、向こうで打ってる側の練習にもなるので、慣れてきたらぜひ次はですねこの長短ランダーでやるようにやってみてください。1、2本ちょっと長短ランダーでやってみたいと思います。向こうもですねお伝えした通り難しいです。打ちたいんだけどネット近いし低いからみたいな感じになるので、それをコントロールするっていう練習にもいいのでぜひやってみてください。最後3つ目、中ロブの練習をやっていきたいと思います。最後は中ロブの相手をですねより左右に走らせる、後ろに押しやるっていうことでロブの練習をやっていきたいと思うんですが、中ロブのですね感覚なんですけど、ベースラインのどこを狙うって言ってパーンって打って、それでコントロールできる、前衛が立ってるこの上を狙ってっていう遠いところでコントロールできる人であればいいんですが、初めてですねまだ1年ぐらいだと遠いところを狙うとコントロールがブレてしまうっていうのが結構多いんですね。なので本来はラケット出しとかでやりたいんですが、今2人しかいなかったので手出しでやってですね、手出しで出した人がラケットこう構えます、上にラケットに当てるっていうのをやっていきたいと思います。ラケットが避ければいいロブになるっていうぐらいの距離感やっていきたいと思います。こっちにあったりこっちにあったりとかっていうだけでストレートロブ、クロスロブ、逆クロスロブっていう角度を変えることができますので、ちょっとこれでやっていきたいと思います。狙うのは塾長が上げたラケットのあの上のところを一本地で来たのをあそこを狙って打っていくっていうことです。打って狙ったんだけど当たんなければいいロブになるよっていうイメージなので、近いところを狙ってください。近いところところを狙って押し、でも当たんなくてもいいロブになりますっていう、この近い距離を狙うことでいいロブになります。ラケットが横に行ったらこっちを狙ってあげるとクロスロブになるよ
もし逆側をどっちを狙うと逆クロスロブになるよっていう、この狙う場所が少し変わるだけで角度は大きく変わるので、ちょっとこれをですねやっていきます。これはバックも一緒です。バックで中ロブを打とうってなった時も同じです。しっかり狙って、惜しい、ちょっと低いな、もっと上だな、よしとかっていうので、ラケットがなくなればいいロブになるっていう感じになるので、このですね近いところを狙うっていう練習をやってみてください。今ですね3つお伝えしました。1つが角度をつけて横にコートを広く使う、2つ目が前に相手をおびき寄せて前を使う、3つ目が相手を奥に押しやるとか、中ロブで横に走らせてさらにコートを広く使うっていう、コートをですね今めちゃくちゃ広く使ってます。次4つ目ですね、より相手にコートを広くなったように感じさせるっていう方法があるんですが、それはですねオンライン塾の限定動画とさせていただきますので、これ以上よりどうやったらコートを広く相手に感じさせることができるんだろうっていう興味がですねある方は、ぜひオンライン塾入塾の上で情報を得てみてください。以上です。しゅんこんちありがとうございました。ありがとうございました。今回は冬にやっておきたいおすすめのストローク練習3選ということで、はい、3つ教えていただきました。それぞれテーマが違ったと思うんですけど、大会がね体育館でやったりすることもこれから増えると思いますので、2番目にあったスライスの処理なんかは体育館だとキュッて止まって、はい、より跳ねなかったりとか変化が強くなったりすると対応できないかなと思いますので、ぜひですねこの冬に応用力をねつけていってもらえればよりいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん頑張ってやってみてください。最後まで見てくれた塾生の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信しておりますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。